電力と電力量っていうのをやっていきます。これは正直全然重要じゃないと思う。で、なんでそういうねんって言ったら、別に公式覚えるだけです。電力っていうのは、まあ、電力っていうのは電気器具が1秒で消費するエネルギーって言われるんですけど、まあ、別にそんなの覚えなくてもいいです。もう公式覚えてください。電力っていうのは電圧かける電流です。で、電力っていうのはよく P で表されますね。力っていう力を取ってるんですね。パワーの P やと思います。で、P イコール VI です。これだけ覚えたら多分大丈夫です。 P イコール VI いきますか。電圧と電流かけたら、そのエネルギーになってくれるよってやつです。はい、そうですね。だって普通に電流も電圧もエネルギーなんで、かけて大きいエネルギーになるよってだけです。抵抗は邪魔するものなんで別にそんな関係ないですもんね。で、電力の単位っていうのはワットです。キロワットとかもあるんですけど、キロワット K ってついたら基本的に1000なんで、1キロワットは1000ワットです。いきますか。何でも通用しますよ。 K キロメートルとかも、1キロメートルは1000メートルですよね。 K が外れたら1000つくんです。で、電気機器とかになんか書かれてるんですよ。 5V 800ワットみたいな、こういうの書かれてたら 5V の電圧で800ワット出るよみたいな、800ワットまで出るよっていう、あれ消費電力っていうのを表してるんですね。使う電力です。で、電力の次は熱量っていうのがあるんですね。電熱線とか電熱線抵抗みたいな感じです。そいつら熱くなるんですね。そういうやつを熱量って言います。そういうやつから発生する熱の量です。で、単位はジュール、J です。ジュールさんが見つけてるんです。基本的に電熱線とかに発生する、熱量っていうのは電力に比例します。どういう関係ですかって言われて、理科で聞かれて、大体比例なんで、もう比例以外のことを覚えた方が早いかもしれないです。ここは比例です。電力量っていうのがあるんですけど、電熱線とかが消費する電気エネルギーのことです。量ですね。で、電力っていうのは先同じようなこと言ったかもしれないですけど、電力は1秒間あたりなんですよ。で、電力量っていうのは総、全部です。総量です。だから時間をかけてやるんですね。電力量っていうのは電力かける時間で、この時間っていうのは秒です。1秒2秒の秒です。なんでかって言ったら、まあ、電力っていうのが1秒あたりの電気量、電気エネルギーだと思ってください。いきますか。で、電力量っていうのはその全ての時間の電力量なんです。電力なんですね。で、1秒間あたり、電力っていうのは1秒間あたりなんで、それに何秒かをかけたら全ての時間が出るんですよ。だから1分って言われたら60秒かけてあげなきゃダメですよ。いきますか。そんな感じで秒に直せないと、直せないと解けないです。いきますか。電熱線の実験とか問題でよく出てくるのが、水を沸騰させようとするんですよ。その電熱線、電熱線って熱いものだと思ってください。それを水の中に入れてプクプクって沸騰させるんですけど、電熱線っていうのがまた電力かける時間で電力量を発生するじゃないですか。それが熱の元なんですけど、その熱の量、熱量、ジュールですねっていうのは全て水には伝わらないんですね。で、意味わからんって言ったら、だから例えば1000ジュール熱量加えたのに、水は1000ジュール全部受け取れないんですよ。なんでかって言ったら、水以外にもこう空気とかに逃げていくんですね。いきますか。だから水は800ジュールしか受け取ってないよとかなるんですよ。じゃあ残りの200ジュールどこ行ったって言ったら、空気とか他の外部に熱が移ったって言うんですよ。で、基本的にエネルギーっていうのはもう移ってばっかりです。例えば充電する時とか、あれ充電器、クソ安い充電器とか買ってたら充電器自体が熱くなりますよね。あれ本当は電気エネルギーをこう送ってるんですけど、熱エネルギーに変わったりして無駄が発生してるんですね。基本的にエネルギーがこう移行するときは、移動し合うときは絶対どこかに無駄が発生します。で、今回もその無駄が発生してるだけです。で、問題でどんなんやねんって言ったら、なんか水の中に電熱線入れるんですね。問題文言います。例えば水 100g あるとしますね。で、その回路に電熱線に5分間電流を流すと、水温が 2.5 度上がった。で、その時の電圧は 4V、 電流は 1A であるみたいな問題が出てきたとします。で、全部求めていきましょう。まず電力っていうのは電圧×電流です。だから 4×1 です。いきますか。だから 4W って言います。電力
で、熱量っていうのは電力量と一緒です。電力が熱に変わるんで、だから電力量と熱量は一緒なんで、熱量はって聞かれたら電力量を求めてください。電力量はって聞かれたら電力量を求めるだけです。まず熱量、発生した熱量っていうのは5分間流してるっていうんで、5分をまず秒にします。 5×60 で300秒です。だから電力かける、その300秒します。だから 4×300、 1200ジュールですね。発生した熱量は1200ジュールです。で、ここが問題なんですよ。 100g の水が、2.5 度上がったって言ってるじゃないですか。で、基本的に水 1g を1度変化させるときに必要な熱量は 4.2 ジュールであるっていうのは問題文に書かれてるんですけど、水 1g って言ってるじゃないですか。で、問題は 100g です。だから1を100にしてあげるんですよ、基準を。だからかける100してるんですよね。だからかける100すると思ってください。で、1度が 2.5 度、だから 2.5 倍ですね。だからかける 2.5 いきますか。で、それに 1g で1度上げるのに 4.2 ジュール必要です。だから 100g を 2.5 度上げるのには何ジュール必要なんかって言ったら、100かけて 2.5 かけてますよね。それを 4.2 にかけるんですよ。 4.2 かける100かける 2.5 します。いきますか。基準が114.2 なんで、この 4.2 に 4.2 が何倍されてるのかなって考えます。で、100かける 2.5 かける 4.2 して計算すると1050です。いきますか。そしたら発生した熱量って1200です。で、今水が受け取ったのは1050ですよね。150どこ行ってんだってます。これは外部に逃げてます。空気とか何かしらに逃げてるんです。で、それは150ジュールです。だから外に逃げた熱量は何ぼかって言ったら150です。 OK ですか。はい。ここで重要なのは、まとめです。ここで重要なのは電力の公式 P=VI、電力量、熱量の公式、時間かけるんですね、電力に。電力は1秒あたりなんで。で、水 1g を1度変化させるのに 4.2 って絶対出てきます。じゃあ水 100g に 100g を 2.5 度上げるのには何ジュール必要やねんとか、水 300g を5度上げるのに何ジュール必要やねんって言われたら、そのグラムっていうのと、温度っていうのが 何倍されてるかを見ます。それに 4.2 をかけます。 OK ですか。はい、まとめの音です。チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。お願いします。むずいな、なんかいろいろ噛んでもうたわ、ごめんな。